1966年のバーバラ。バーバラ・ルイスはアメリカ合衆国の歌手、ソングライター。ミシガン州ミシガン州のアナーバーにほど近いセーラムに生まれた。アナーバーのラジオ曲、WHRV の黒人 DJ、オリー・マクローリンの下で、ティーンで曲を書き、録音していた。最初のシングルは1962年のアップテンポ曲、My Heart Went ダッ Do That で。 ミシガン州デトロイトでローカルヒットになった。デビュー LP の曲は全て自作で、そこからハモンドウルガンを使ったハローストレンジャーがポップで3位、R&B チャートで1位となった。続いてストレートン、アップユアハートが43位、自作のパピーラブが38位となり、バート・バーンズ制作のベイビー・アイム・ユアーズが11位でミリオンセラーとなる。 バーンズは次の、メイクメイユアベビー、US11、弦は、ピクシーズ3が録音、最後のトップ40ヒット、メイクメビロングツーユー、1966年に28位、チップ・テイラーとビリー・ベラ作もプロデュースした。1960年代末にスタックスレコードからアルバムを発表した。緑色の中の桃色が、アナーバー、ハロー・ストレンジャーは1966年に、 キャピトルズがカバーし、1973年に、ファイヤーレインが地域ヒットにした。その他、カナダでは、スザンヌ・スティーブンズの1975年のメイク、メユア・ベビーのディスコバージョンがヒット。ベイビー・アイム・ユアーズはカントリー歌手のジョディ・ミラーや、デビー・ブーンがヒットさせた。リズムブルーズファンデーションから1999年に、パイオニア賞を受賞している。ありがとうございます。